重徳さんのお考えとかを、まあ、これまでメディアを通して今日は実際お会いしていろいろお話聞いてると、はい、それでも立憲よりは維新の方がまだ近いんじゃないのかなと思うんですけどどうなんですか。小池さんにぜひお礼を申し上げに行きたいという強烈ですね。そういう気持ちでございます。まだお礼言えてないです。まだそこはお会いしたことはないですね、はい、まだお会いしてないので今度お会いしたら。さあ始まりました選挙 .com チャンネル、 MC を務めます乙武洋忠です。さあ今回もですね、前回前々回に引き続きまして、衆議院議員重徳和彦さんをゲストにお迎えしております。よろしくお願いします。お願いします。さあ前回もたっぷりお話を伺って、多分前回ボール1個しか聞いてない1個のテーマで20分以上いろいろお聞きしてしまいましたが、今日もまたさまざまお話を伺いできたらと思っております。というわけで、また今日もボールの方お願いいたします。はい、じゃあ、はい、はい、5番、はい、5番は今の維新どう見ているということで、まあ、重徳さんご自身もともとは維新にもいらっしゃって、はい、まあこの1年もっても半年ぐらいですかね、かなりこう維新の勢いというのがまあぐんぐん来ていて、まあ、まさに立憲と第一野党を争うんじゃないかみたいなことも言われていました。まあ、ところがちょっとここに来て万博の問題もあり、ややこうトーンダウンなのかなという気もしていますが、まあ、そんなこともろもろ含め、はい、まあ、古巣と言っていいのか分かりませんが、はい、どんな見方を今の維新されているのか教えていただけますでしょうか。そうですね、うん、遡れば、はい、2012年12月の私の初当選、うん、まあ、日本維新の会という政党が立ち上がって、はい、まあ、ほどない時期だったんですけど、うん、あの時はもう橋本徹さんがもうガンガンやってましたね。うん、そうでしたね。で、まあ、橋本さんって府知事市長の間、うん、まあ、いろんなことを、うん、大阪でやっておられまして、うん、で、まあ、ものすごい話題になってましたけど、私ね、うん、そのいろんなことやってた橋本さんの中で、うん、私が心の底からこれはいいなと思ってたのは大阪都構想、うん、まあ、これ、まあ、これだけな、はいはい、これだけで、まあ、大きなことですけど、うんうん、他のことはそれほど、うん、まあまあ、ちょっといいか悪いか言えば、ね、はいはい、でも大阪都構想にはちょっと私思いがありまして、うん、うん、まあ、ずっと自治省総長だったじゃないですか、はい、で地方の現場すなわち県職員に転勤で行くわけですよ、うんうん、その時は国家公務員じゃなくなるわけですね、はい、で青森県山形県広島県三つの県行ってきました。でそうすると、うん、なんかこう国からすごい支配されてる感じがするんですよ、うん、で地方自治制度ってよく考えたら総務省が全部決めてるんですよね、うんうん、地方自治法で、まあ、もちろん国会議員国会を通じてですけども、はい、でこれ地方の仕組みを地方が決められないのっておかしいんじゃないっていう認識はあったんですよ、ね、うんうん、でそこで出てきたのが大阪都構想、うん、で、まあ、大阪市をなんか4つに分割してで府との関係を見直してみたいな、うん、まあ、これ具体的な中身が大阪市民府民にとって良、はい、かったかどうかっていうところが多分実際には問われてたから、うんうんうん、まあ、そこの何て言うかな割り振りだとか位置づけがあんまり支持されずにギリギリですけども否決され2回にわたって否決されちゃったのかなという気がしますが、うんうん、その何がいいってやっぱその基本精神ですよね、うんうん、やっぱり地方のことは地方で決める、はい、制度も決める、別に何万人以上だったら政令市とか、うん、何万人以上だったら中核市とか、うん、そのこと別に国に一律に決められる筋はない、うん、まあ、こんなようなことを、はい、言っておられたと思うんですよね、うんうん、だから地方自治の、まあ自分で言うのもあれですけどエキスパートとしてですね、うんうん、ずっと歯が良かった、うん、なんで国が地方の仕組み決めるんやと、はい、いうところに対してガーンとやってるところが非常に共感するところなんですよ、うんうん、で、まあ、そういう意味で橋本さんがいた頃の維新に比べて、うん、まあ、僕は橋本さんが辞めるって言った時にもう離党したわけなんですけど、うんうんうん、その熱が冷め、うん、今ほとんどそれとも対外的にその地方自治制度をどういじるっていう話はあんまり出てきませんし、うんうん、それから最初脱原発だったんですよね。維新なんか令和にすっかりそのお株を奪われて、うん、あんまりそういうイメージなかったです。もうなくなっちゃったでしょ、はいはい、だけどこれ
そうまた思い出しましたけど、うん、あの最初石原慎太郎さんがいたんですよ。そうですね、はいはい、で石原さんはゴリゴリ原発推進だもん、うん、もう海外にこの日本の原発技術を輸出すると、うん、原子力協定っていうものをあのこれはもう賛成だって、はい、うん、皆のもの賛成せよって石原さんが言ってたのに対して、うん、維新の若手、まあ、僕と同期ですか、うん、がすくっと立ち上がって、うん、そんなに原発推進って言うんだったらあんた出てけと、うん、と石原さんに言ったって、こういう事件が起こったぐらいですね。こんなことがあったぐらい、うん、あの脱原発派だったんですよ、うんうんうん、まあ、極端な左派という意味じゃないですけど、やっぱり目指すべきは、はい、原発なき社会だ、うん、まあ、これが今もなんか真逆になっちゃった、うん、あの感じですよね、うんうんうん、まあ、これもちょっと維新最初の私が輝いてるなと思ってた時の維新とは変わっちゃった、うん、なるほど、してます、うんうん、で実はですね、このどうする野党、この本の中で書いている、うん、まあ、新しい改革、まあ、あの前回言いましたその医療制度改革だとか、うん、まあ、増資化社会づくり、新しい真に新しい資本主義、うん、こういうあの改革っていうのは、うん、まさに維新が先に言い出してもいいぐらいの改革政策だと思ってます、うんうん、はい、だからあのちょっとね、最近は維新というと身を切る改革、まあ、それだけじゃもちろんないんですけどね、うん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 、だけど一丁目一丁目身を切る改革っていうことに対しては私ちょっとあの、まあ、今や他党になっちゃったからなんだけど、うんうん、ちょっと不満がありましたね、うんうん、大阪都構想統治機構改革あんだけ言ってたじゃんかと、うんうん、がね、原発もない世の中目指そうって言ってたじゃんか、うんうん、そういうあの気持ちはありますが、改革思想という意味では、はい、我々直感の会が言ってることと一緒であるはずだと、うん、まあ、こんな風に見てます。なるほどなるほど、はい、これそんなね、有権者だって何から何まで自分の考えと一致する政党ってないと思ってるんですよ、まあ、でもじゃあ一番近いのどこかなとか、一番自分が大事にしたいところが一致してるのはどこかなとかって考えて投票してると思うんですよ。でもそれで言ったら多分政治家の皆さんもきっとそうだろうなと思っていて、全部が一致して全部に満足してる政党ってないのかなと思うんですけど、うん、とは言いながら重徳さんのお考えとかを、はい、まあ、これまでメディアを通して今日は実際お会いしていろいろお話聞いてると、はい、それでも立憲よりは維新の方がまだ近いんじゃないのかなと思うんですけどどうなんですか？はい、それは鋭いツッコミです。まあ、いろんな思いを抱えながら立憲民主党に所属してますけど、はい、やっぱりその違いを際立たせるよりも、うん、我々は基本的には自民党と戦ってますから、うんうんうん、だからそこはもう一致結束してやっておこうよと、うんうん、まあ、党まで完全に一緒になれるかどうかは分かりませんけども、うんうん、あのその野党の間でそのちょっと違いがあるから、うん、あのあんたらとは別だとか、うん、選挙で戦うかとか、うんうん、候補者立て合うとか、うん、これはやっぱりグーだと思うんですよね、うん、ですから私は、まあ、今言い方がすごく維新寄りな言い方したかもしれませんけど、うんうんうん、あんだけどあのいつでも一緒にやれるという構えはですね、うん、仮に次の選挙で維新と選挙区で戦ったとしても、うん、しかしいずれ、まあ、そこはもう戦って、ね、うん、勝って勝ち抜かなきゃいけないわけだから、うん、勝った上ででもいいんです、うん、まあ、選挙の前であればもっといいかもしれないけど、うん、まあ、次の選挙終わった後でもいいから、うん、あのまあそろそろ一緒になって新しい政権を作ろうよ、うんうん、ここで一致できれば私は十分だと思っていて、うん、何も今じゃあ立憲よりも維新でも近いからまた維新に行こうか、うんうん、やっぱりやめてどこ行こうか、うんうん、そういうことじゃなくて、やっぱりどっしり構えながら、うん、そしてあの周りなりにも野党第一党ですから、うん、そしてベテランから、まあ、ベテランってことは要するにもうね8期も10期も選挙区で勝ち続けてる強い地盤を持つ、うんうん、まあ、逆に言うと永久に負けない先輩議員がいるわけで、うん、はい、いろいろと教わることも多い、うん、そういう人たちでもみんな一緒になってやれると、うん、いい大きな政党でなければならないっていうのが私の10年間 の, あの唯一の真理です。うん、うん、大きい政党になろうよ、うんうん、あるいは手を組もうよと、ここで一致してれば別に党を移んなくてもいいんじゃないかなと思って、うんうん、なるほど。これごめんなさい、視聴者の皆さん、あの MC の応募でもう次ちょっと2番聞いていいですか？2番が国民民主党との合流どうするっていうことなんで、あの話をぶった切らない流れで聞くためにもちょっと2番に行かせてください。さすがです。これ、今の話で言うと将来的には立憲、国民、維新、この3つが
大きな塊になって自公と対峙するという形を重徳さん描いてるのかなと受け止めたんですけど、合ってますか？もうそれしかないと思いますね。で維新は、うん、また維新を上げちゃいますけど、はいはい、あの地方議員もたくさん見てるんですね、うん、で基本的に自民党をあの飛び出して作った政党ですから、うん、やっぱ基盤がしっかりしてます、うんうん、しかも労働組合じゃない自前の、うん、基盤ですよね、後援会とか地方議員を持ってやってます、うん、こういう選挙を、うん、立憲民主党も国民民主党もやらなきゃダメなんですね、うんうん、でまあ、維新の場合はそれが本当に実現できているのは大阪の中だけですから、うんうん、ですけれども、うん、大阪におけるその強固な選挙体制、政治体制というものを知事、市長まで取ってるわけですから、うん、それを全国に作っていく必要があるという意味において、うん、あの維新モデルをから学ぶことはたくさんあると、うんうん、私はもともと維新だからなんだけど、うんうんうん、あのそして私の地元 自体は、ね、うん、愛知十二区をあのそういう体制作りでここまでずっとやってきてますから、うん、あのこれを全国にあの 何党だろうと、今の3党に所属している議員であれば、うん、みんな同じようなことをやっていくと絶対自民党を倒せます、うんうん、はい、これそのここまで、ね、お聞きしていて、まあ、古巣でもある維新への思いだったり逆にもどかしさというのは伝わってきたんですけど、重徳さんから見た国民民主党との距離感ってどんな風に感じてらっしゃるんですか？はい、これはですね、はい、私もう最近ことさらに言ってるんですけど、うんうん、あの特に愛知県連の代表になったんですよ、うん、立憲民主党、はい、で、最近特に言ってるのは、うん、国民民主党とは明日にでも一緒になれるというふうに言ってます、うんうんうん、でこれはですね、特に愛知県って国民民主党の、まあ、基盤っていうかね、まあ、あの労働組合でいうと民間の企業の労働組合が非常に強い、はい、あの県ですから、はい、国民民主党の基盤が強いって言っても、うん、多分全国一強い、うん、あの県だと言ってもいいんですけれども、でその国民と立憲って、うん、私から見ると多分維新だった頃から見ると、うん、一緒にやってたじゃんっていう感じなんですよ、うんうん、で、まあ、もっと悪く言うとですね、その私は民主党政権をあの叩き潰せって言って選挙に出た口だから言うんですけど、うんうん、はい、その一緒に民主党政権までやってた人たちが、うん、実はあの人たちとは違ったんですって、うんうん、分かれてる、民主党政権いい加減しろよって言ってたわけですよ、うんうん、やっぱり失敗だったじゃんかという証になってしまうと僕思いますよ、うんうんうん、だからそうじゃないと、まあ、そんなこと別にあのそんなことにこだわる必要はないのかもしれませんけれども、うん、やっぱりあの政権を担った経験もあるし、うん、だからこそそのさっきから言ってる多少の違いを乗り越えて、うん、まあ、感情的な意外見合いももしかしたらあるかもしれない、うんうん、ベテランになると大体そういうの多いんですよ、はい、うん、あいつとだけは一緒にやれないいやそんなことで振り回さないで分かってよって思うんだけど、うん、まあ、そんなものを乗り越え見事に乗り越えて新民主王国っていうものを愛知県に作ろうじゃないか、うんうん、っていうのが私の一番最近の。なるほど。シンってのはシンゴジラと同じ、はいはい、カタカタのシン中ポツゴジラの、ゴジラじゃない民主王国。でもそれで言う と、愛知県は新生愛知というような枠組みがあって、はいはい、そのいわゆる他の県のように立憲民主党があって国民民主党があってっていうよりは、なんかこう新生愛知っていう枠組みでふわっと両方がこうくるまれやすいのかなと勝手に見てるんですけど、はい、あのよくご存知、新生愛知、はい、あの新生愛知って、国会議員がどうしても別々だから、うん、もう国会議員いらねえと、うん、もう地方議員だけで作ろうっていう枠組みなんですよね、はい、うん、つまり県会議員、市町村議会議員、うん、だけで今145人もいるんですよ、はい、かなりの、まあ、ボリュームがありますよね。やっぱり民主王国ですよね、うん、はい、それでただ立憲民主所属が31人しかいない、うん、で国民民主はもうほんと数人です、うん、つまり100人以上は無所属なんですね、うん、でなんでそのグループに入ってるかというと、まあ、基本的に連合愛知っていう労働組合からの、まあ、推薦をもらっている議員さんたちが145人いるわけです、はい、だけど
100人無所属なんですよ、うん、だから、まあ、選挙区ごとに私も無所属の方からも、うん、あの全面的に応援していただいてますけど、うん、仲良くしてますけれども、うん、本当は一つの党の枠組みで、はい、なんかあれば、ね、あの公約も一緒に作って、うん、ね、あの国、国会議員との関係、国政との関係もちゃんと作ってっていうのが本来の姿、うん、これをもう一回再構築しないといけない、うん、そのための最大の障害が立憲と 国会議員だけが分かれてる、うん、こういうことなんですよ、うんうん、もう国会議員いい加減しろと多分地方議員はおっしゃってる、うん、あの思ってます。そういうのを含めて王国にもう一回しようよ、うん、こんな思いです。いや本当おっしゃる通りで、なかなかそじゃあ永田町の中でもう一回立憲と国民で手つなごうよが、まあ、ハードルが高いんだとすると、まあ、本当にそのおっしゃる通り愛知の今の枠組みはなんか一旦モデルケースを作りやすい気もするので、はい、そこから広げていくっていうのはすごくありですよね。そうですね、うん、聞けば聞くほどみんな地方議員の皆さんはもう、うん、悶々としてますよ本当に。重徳さん個人的に今でも国民民衆で、はい、まあ、交流がある、まあ、それこそ酒飲み行ったりするような方っていらっしゃるんですか？あ、もちろんです。お、はいはい、どうなったか仲いいんですか？どうなった、はい、まあ、あの、まあ、あんまり若手の方を名前名指ししないようにするとですね、あ、はいはい、あ、だけどあの、まあ、代表県連代表になりましたので、うんうん、あのこの間も古川元久、うん、国民民主愛知県連代表である古川元久さんと、はい、あの一緒に食事してますし、うんうんうん、あのなんていうかな、こうまあ、政治家って仲いい悪いでやりませんので、はい、うん、あのやっぱり、必要な話はちゃんといつでもできるような関係を作っていくっていうことが、うん、あの政治家の仕事の重要なところですので、ね、うん、だから、まあ、私はあんまり嫌いな人っていないんですけど、うん、でもね本当にこれまた思い出話ですけど、はい、もう維新の時から、うん、維新も分裂したりくっついたり、はい、みんなのぞうとどうだこうだ、うん、あれも大体幹部が好き嫌いで喧嘩するんですよね、はい、うん、そういうこう悪い例を反面教師をずっとあの見せられ続けてきた、はい、私としては、うん、もういいからもう新人とかこれから出ようとしてる人たちのために、うん、もうそっぽ向きながらでも幹部は握手しなというふうに思っておりまして、うん、私はまだ県連というレベルですけれども、うん、あのを代表する立場になった以上は、うん、たとえ腹の中でこの人ちょっと嫌だなと思ってても、うんうん、ね、うん、飲んだり食事してね、で、あのいつでもね、うん、だと俺は親友だと言えるような、うん、だけど今一時はちょっとロミオとジュリエットだねと、うん、だけど本当は一緒になりたいんだよねっていうふうに心の距離を近づけていくことはもうこれから散々やっていきたいと思ってます。大人ですね。大人に大人じゃなきゃと思ってずっと子供のようなあの大人をずっと見てた逆に昔話を掘り返すようで恐縮ですけど、はい、じゃあそういう意味では小池百合子さんに対しても今は何もお、また何でも詳しい小池さん、うん、そうですね、まあ見事にはしご外されたわけじゃないですか2017年、はい、はい、うん、無所属になってしまった、はい、あの時も希望の党なんてね、はい、そのまあ分かりやすく言えば保守系野党を作ろうみたいなことだったでしょ、うんうん、はい、もう私ど真ん中じゃないかと思ってたにもかかわらず、だからね、その左寄りだったから排除されたというわけではなく、小池さんの人間関係により、はいはい、ど真ん中だった人が外されたわけじゃないですか、はい、どう思ってらっしゃるのかなと思って、ね、はい、あの時、うん、記者会見やったんですよ、無所属でやるという表明をするためのですね、うん、あの小池さんが私に公認をくれません、はい、その理由はどうしてもわからないんです、うん、だけどこの選挙を勝ち抜いて、うん、なぜ私を公認しなかったのかという理由を小池さんに聞いてみたい、うん、ということを、うん、記者会見で申し上げました、はい、多分新聞とかテレビにも出たんじゃないかな、うんうんうん、はい、そしたらなんかあかわいそうな重徳さんって言って、うんうん、まあ、票が逆に伸びたんですよね、うんうんうん、あの時は圧勝でしたもんね。圧勝させていただきました、うん、無所属の時が一番強かった、うんうん、政党って何のためにもうずっと無所属ってのが一番強いですよでこの間のね、うん、あの2021年は立憲共産党で超逆風で、はい、何のためにこの政党入ったんだろう、うんうん、まあ、こんなあの不条理の連続が正解だと思ってますが、はい、政治の世界だと思ってますが、うん、その小池さん、はい、まあ、希望の党が失速しました、うん、で
そんなところにいなくてよかったという、無所属のまま戦ってよかったという意味で、はい、あの選挙終わった時に私がコメントしたのは、いや小池さんにぜひお礼を申し上げに行きたい、という強烈ですね、そういう気持ちでございます。まだお礼言えてないんです。まだそこはお会いしたことはないですね、はい、まだお会いしてないので、今度お会いしたら忘れずにお礼を申し上げたいと思います。いやでも本当にちょっと今日はあの大人でしょ、大人の最後のはどうだろう。あの今日かな、この今収録してる日の朝に、あの前原さんが、まあ、京都市長選だったり、あとはまあそのトリガー条項に関連して、はい、まあ、玉木さんが補正予算案に賛成するなら離党するんじゃないかみたいなニュースが流れたり、ご本人はツイッターで否定したりなんていうことがありましたけれども、はい、前原さんとはお話しするような関係ですか。まあすごいベテランの、はい、超ベテランの先生ですからね、うん、そんなにこう飲み行きましょうよっていうようなほど気安く私も話はできないんですけど、ね、はい、でもかなりお考えは近いのかなという受け止めですけど、まあ、それは周りの人から言われることあるんですけど、前原さんからあの君と一緒にやりたいとか、はいはい、そのこと言われたことはあんまりないですね。そうなんですね。でもまあ、 あのおっしゃる通りで、うん、あの前原さんがの言動を見ていると、うん、まあ、やっぱりね、少なくとも気持ち的に共感することはたくさんあります、はい、うん、で、まあ、もちろん京都という、まあ、維新地盤の一番間近にある地域でありますので、はい、うん、まあ、維新との関係についてすごく不信されておられるのだなということは思ってますけども、うんうん、あのまあ、だからといって、ね、うん、あれは元維新だからとか、うん、あんまりそういう、うん、いうことで声かけられることはあの今のところないですよ、うんうん、ただその政治的な信条だけでなく、まあ、この前もあの玉木さんと党首選戦われていく中で、前原さんの主張はやっぱり一貫して野党が大きな一つの塊になるんだと、対自民非自民なんだというその枠組みの方向性でも重徳さんとはすごく重なるのかなという気がするんですけれども。そうですね、うん、あのまあ、そこは前原さんだけじゃなくて、さっき言ったように全ての国民民主の方々と一緒にやりたいと思ってますから、うんうんうん、まあ、あんまり国民民主が分かれちゃって、例えばチリチリバラバラになっちゃって、そこの中の誰と誰はいいけど誰は嫌だとか、うん、まあ、排除しますとかね、うん、そういうのはやっぱり僕はあんまり入れてきますね思いませんので、はい、できるだけ立場が同じで、うん、自民党と戦ってる方々とは一緒にやりたいと思ってます、うんうん、でも本当今日ね、いろいろお話をお伺いしていて、今後ますますこう重徳さんがどんな動きをされていくのか、また立憲の中でどういう立場になっていくのか、あの注目していきたいと、私だけじゃなく視聴者の皆さんもお感じになったんじゃないかなと思います。かなりいろいろ今度話も、いやだいぶえぐられました、はい、ちょっと言うはずじゃなかったことまで言っちゃった恐縮です。また今後ともよろしくお願いいたします、はい、どうもありがとうございました。はい、重徳さんをお迎えして3回お話を伺いしました。ありがとうございました。ありがとうございました。